チャンネルクララをご覧の皆様、こんばんは。渡瀬裕也の全員切り捨てでごめん。8時だよ、全員切り捨てでごめん。まあ、配信時間が8時になることが分かんないんで ね、はい、ちょっと8時だよ言えなかったですが、はい、全員って言うとついつい8時と入れたくなるのは、世代で。そうですね、はい、分かりますよ、世代。ついつい同じような年代だと思うんですけど、実際人前。いや、僕も分かりますよ、大丈夫ですよ。はい、よかった。はい。ということで、はい、今日はですね、自分も含めて切り捨てごめんしようかなと思ってて、はい、ちょっと衝撃的なことがあったんですよ。はい、シドニー・パウエルさんっていう、まあ、トランプさんの弁護団だった人がですね、はい、ドミニオン社に、まあ、名誉毀損で訴えられた。ドミニオンっていうのは選挙の、集票マシンというか集計マシンの、うんうん、そうですね、はい、ところのやつなんですけども、でそこをまあ散々批判してたら名誉毀損で訴えられるっていう事態が発生して、で、シドニー・パウエルさんがそれに対して自分を弁護するためですよ、ドミニオンさんはねって、こんな言ってみたら荒唐無稽な内容で、自分の名誉が毀損されたっていうふうに言ってるんだけど、荒唐無稽な内容だったら誰も信じないから、理性的な人は、うん、道理が分かってる人は誰も信じないから別に名誉毀損にならないだろうっていうふうにパウエルさんが反論したってやつなんですよ、うん、で、まあ一休さんみたいな話なんですけど、なんかでも日本でもありましたよね、その昔、はい、どっかのね、誰か、うん、機関だったか会だったか忘れましたけど、はい、いや、あそこにはね、原告に訴えてきたけど、うん、あいつらに毀損される名誉なんかないから俺は何書いてもいいんだみたいな趣旨のこと言った人いましたけど、まあそれに近い、まあそうですね、まああれですよね、誰も信じないからいいだろうみたいな話なんですけど、うん、まあね、でもね、正直な話言うと僕信じてたんですよ、パウエルさんのことを。パウエルさんが完全に頭狂ってるって僕は信じてたんですよだから僕はね、すごい騙された気分だと思ってて、その要はですよ、パウエルさんっていう人はトランプさんを守るというか、このね、不正選挙を、暴いて、そして自分は正義のために戦ってるんだと、まあ、僕は最初はね、全然信じてなかった。あ、また変な人出てきたなと思っていて、うん、あ、もうね、分かってるのにこれアメリカの弁護士だからこういう風にやってんだろうっていう風に疑ってたんですよ、僕最初パウエルさんのこと。でも途中からあんまりにもパウエルさんが神がかってくるから、そのあ、この人は本当に頭おかしいんだということで、僕はね、パウエルさんのことを本当に信じたんですよ。で、言っちゃった人と、だからね、まあ、ここまで言っちゃってんだったらもうしょうがないかなと思って、いや、大変な人出てきたけど、まあ、クラーケンとか言ってるし、まあ、もしかしたらね、世の中を変えるっていうのはこんぐらい狂ってる人じゃないと無理なのかなというのも僕はちょっと思いました、はい、そう、いいか悪いか別としてですよ。なのにさ、今さらこのドミニオンの高々1300億円訴えられただけですよ。そのね、はしたがねえじゃん、もはや。そのもうだってね、金額超えちゃったら、もう一定以上超えちゃったら、うん、いくらだって買わないわけじゃないですか、ね、その金額で、訴えられたら突然、まあ、こんなこと言い始めるなんてって、もうショックですよ。僕信じてたんですか、頭おかしいってそのちょっと根性ないですよね。そう、いや、最後までやりきろうぜと、うん、いうふうに思ってて、少なくともね、じゃあその何ていうんですか、こういうねことをゲロるんであればですよ、言うんであればそれはね、せめてあと1年間ぐらいやってくんないと、何ですかね、みんな忘れてないわけじゃないですか。僕だってまだね、あ、パウエルさんって頭おかしい人いたなって、で、あの人今ねどうしてんのかなって思っててずっと楽しみしてたのに、こんなこと言われたら何を信じたらいいんですかと思ってて、はい、まあ、だからね、まあ、パウエルさんの言ってることを信じてる人っていうのもいたと思うんですよ、うんうんうん、パウエルさんの言ってることを信じてる人も、まあ、騙されてたわけでしょ。要は簡単に言ったら、こんなん信じるのはね、おかしな人だけなんですよみたいなこと言われて、僕も、パウエルさんに騙されたわけですよ。パウエルさん完全におかしな人だった、まあ、ある意味ね、世の中を変える、頭おかしい人なんだなっていうふうに思ってたら、まあ、それも違ったっていうことで、まあ、全員被害者でしょと、こういうふうに思ってるんですよ。やっぱり何の議論してたんだと、ふざけんなっていうのがこのね、パウエルさんに対しての僕の思いですよ。全員騙されてんですよ。そのね、話に騙される人もいるし、パウエルさんのなんですかね、演技というか、演技、パフォーマンスね、僕演技に騙されたもんなので、あれだけ迫真の演技ができるんだったら、はい、アメリカとかだったら、うん、ドラマでも映画でも法廷の場面でいっぱい出てくるから、はい、彼女はね、女優として今後やっていけるじゃないですか。その
いや本当ね、あんな神がかっててすごいですよ ね、 ね、はい、僕はね最初すっごく疑ってたんですよ、この人ね、わざとやってんだろうなって。でも途中から本当信じてたんですよ。なのにこれかよと、もうね本当許せないと思ってるのが僕のねパウレさんへのもうね本当感想で、被害者ですよ本当に、うん、というふうにまず思っています。だからまあ話を信じた人もね、パウレさんの振る舞いを信じた人も、あの両方とも被害者だからね、もうこの話もういいかなと思ってて、でむしろじゃあ日本国内もですよ、騙されてた人って結構いるわけじゃないですかね、うんうんうん、騙されてた人たちもまあいいじゃないですか、もう、今のタイミングなら私騙されてましたって言っちゃえばね、パウレさんがせっかく助け舟出してくれてんだから、あのはしご外したって話をする人もいるんですけど、そうじゃなくて助け舟ですよ。そう、助け舟出してるんですよ今、あのもう溺れかかってても、はい、最後の、ね、ロープを投げてくれて、そうそうそう、で結局これでいやー、うん、パウエルにはやられたよって言っとけば、いや本当に僕もだってやられましたから、もうちょっとあなたもね、はい、慎重さに変えたけど、まああれはしょうがないよ、あの渡瀬さんだって騙されたんだからって言っとけばね、うん、いや本当ね、あの多分社会復帰はすぐできるよね、うん、だから本当ね、今は助け舟が出てるんだから騙されてましたって言っちゃうっていうことも大事だし、じゃあもしくはねパウレさんと同じようにですよ、まあ、本当は分かってた、うん、私は分かってましたと、でもそのね、まあ、商売としてね、まあ、商売としてね言わなきゃいけないところもあるし、まあ、パウレさんってそういうこと言ってるわけだから事実上ね、っていう話をしてたっていう意味でいくと、まあ、それこまでやれてたっていうのはそれは一つの能力なんですよ、うんうん、だから、まあ、あのアメリカ人ってすげえなっていう感想もう一つあるんですけど、もう本当に騙されたから、そういう人たちもいて、で日本国内にもそれができた人たちってそれはそれですごいんだから、うんうん、まあ、いいじゃん、もうみんなねネタバレして、とりあえず楽になってなってね、この話はみんなやられちったなアメリカ人にっていう話でいいんじゃないかなっていうのが、まあ、今日の切り捨てなんですけど、でもなんかあれ、はい、そういうふうに言おうとしたら、はい、けしからんでまた言ってきた人も、まあそうですね、まあ何ですかね、あとまあね、やっちゃいけない一線としては国会議員は信じちゃダメですよまあ最初からね、そうそう、でもね国会議員の人たちの中でもその別にね言ってたことを信じてるっていうよりはパウレさん頭おかしいなと思って信じた人たちたくさんいると思うんですね僕、だから結局ね多分みんな騙されてたんですよ。で今回本当に思ったのはね、世の中なんでオレオレ詐欺に騙される人ってやめらんないのかなって、こんだけ言ってんのにって、でしかも大体自分はね絶対騙されないと思ってるわけじゃないですか、で僕だって騙されないと思ってましたよ自分が。でもいざねその本気で騙しに行こうっていう人が本当の演技をするとやっぱ信じちゃうんだなと、自分自身もそうですよ、だからパウエルさんおかしいと思ったのか頭っていうっていうことなんですよ。だから本当ね、ある意味驚きもあるし、うんうん、世の中からねそういう詐欺っていうものがなくなっていかないっていうことの、まあ、そのねリアルなものをちょっと体験したと思ってて、なんかみんな被害者なんですよ僕もを含めて、そのね、パウエルさん言ってたことも含めて、なんかこのパウエルさんっていうものの言ってたことがもう正しいかどうかとかっていう、そういうレベルじゃなくって、みんなね、パウエルさんの言ってたことなのか振る舞いなのかどっちかに騙されちゃった、うんうん、ということだと思うんですね。本当ね、アメリカ人のこれ、まあ、ロイヤーじゃないですか、うん、を相手にするときってはね本当気をつけなきゃいけないんだなっていうふうな ねすごく勉強になりますよこれ。いやだからあれですよね、はい、やっぱりそのディベートなんかの訓練積んでますから、うん、自分のその主義主張とか別に、うん、こういうロジックで攻めるんだとなったときには、うん、もう完全にそれに なりきっちゃってですよ、ね、説得しにかかるっていうことができちゃうわけですよね、うん、彼らはね、うん、だからアメリカ人相手にね外交とか、まあ、そういうことやっていくっていう話になるわけじゃないですか、うんうん、まあ、こういう人たち相手にしてんだなっていう、もう急そういうことですよね。そうですね。そこまでできるんだっていう。だって全く分かりませんでしたよ。狂ってないって。その、絶対狂ってると思ったのが僕は。その、でも、そうじゃなかったっていうね、この驚き。だ本当、アメリカのね、人材の層の厚さ、ある意味。っていうのは、すごいなって思いますよ、これ。はい。いやでもね、ちょっとやっぱここまで大掛かりな、うん、詐欺事件って言っていいのかどうか分からないですけど、うん、あれ、歴史上にありますかね、戦略は。ちょっと思いつかないんですけどね。やっぱりすごかったですよね。だ本当ね、これだけの役者の人がやったということであれば、まあね、アメリカだけじゃなくて日本国内でもみんな何に騙されたか別としてみんなね、その騙されちゃうっていうのはもう全員被害者だというふうに思ってるので、ね、国内だったらオレオレ詐欺だし、外交安全保障だったら、まあね、
アメリカ人ってこういうことができるんだっていうこともそうだし、その、まあ、それじゃなくてね、普通に取引、海外と商売するときとかも本当気をつけなきゃいけないよねっていう、いい話だったかなというふうに思います。はい。と言ってもね、僕怒ってるんですよ、騙されてたから。本当に、いや本当に怒ってる、本当に怒ってるんですよ。パウエルはなんでにね騙されたと思ってて、うん、絶対狂ってて欲しかったんですよ僕は。パウエルさんにはということです。はいはい。いやいや、まあなかなかね、はい、あの強烈なところが落ちやつ、はい、いや個人、これ全く個人的な社会とか世の中と全く無関係にいくと、今、うん、陰謀論2でこの辺の話を書いてるんですけど、そうですね、いやもう初行のゲラが上がってきて、さあちょっと5時を見ようかって思ってた時に、これちょっとまた書き出さなきゃいけない、内藤先生も怒っていいと思いますよ。いや怒る、こんなタイミングでゲロリやがってみたいな。いや、っていうか疲れちゃった。書き直ししなきゃいけないし、ちょっと。はい。はい。まあね、でも、まだとりあえずあんまりその Q&A の本とか、この陰謀論本が、もっと出てくるかと思ったんですけどね、はい、あんまり出てこなくて、そういう意味ではまだ間に合うのかなって、なんとか多分、まあ、今お話したように、本文の原稿は出来上がってますんで、もう下段まで来ちゃってるんで、はい、まあ、直すといってもゼロから直すわけじゃないんで、付け加えるなり微修正で済むと思いますが、まあ、その他にもちょっとその後のね、情勢のアップデートしなきゃいけないところはいくつか出てきてはいるんですけれども、なんとかまあ、連休ぐらいにはできるかな、これ、収録してるのは3月の下旬ですから、まあ、初行でゲラ戻しちゃってば、はい、あとはまあ一月ぐらい見とけば連休前にギリギリ滑り込みでいけるかなと、ね、いやでもね、本当にちょっとだからクラーケンの話とかってのはなんか、ちょっとしょぼしぼし、なんか勢いが落ちちゃうよね。いやまあそうですよね、だから売れ行きにも影響出るからやっぱ怒っていいと思いますよ。その本の、いや、はい、まあ、でもね、変な話、すみません、自分のバスさんの番組で自分の本の話ばっかりしてもしょうがないですけど、いや結構ね、本は割と今のあれを追ってるようで言って、90年代以降のネットメディア誌みたいなところが相当部分を占めてるんで、そういう意味では一度ちょっと、まあ、頭が冷えた時にでも、なんでこういう議論が出てきたのかなって誠意には使えるかなというふうに本人は思ってるんですが、そうですね、僕は今怒ってるから読めないかもしれないんですけど。まあとにかくですね、パウエルさんに、まあね、全然興味なかった人たちはまあいいんですけど、まあ僕とか結構アメリカ政治興味があったので見てた人、もしくはね、他にも、ね、どんな立場であったとしても見てた人がいると思うんですよ。その人たちは全員騙されてたっていう話なので、まあ、今回ね、我々はみんな怒っていいと思いますし、反省しなきゃいけないよね全員っていうのが、まあ、今回の話かなというふうに思ってますね。まあ、はい、身をもってリテラシーを学んだということで、いや本当にアメリカ人気をつけなきゃいけないなっていう話を、学び直しました。はい、というわけで皆さんもですね、まあ、お考えはいろいろあると思いますが、ちょっとまあここでネタバラシが来ましたんで、そうですね、はい、これでなかったことにしてですね、しれっと来たら、そうですね、しかも我々はその、心よく温かくお迎え、生温かくでもいいんですけど、お迎えいたしますので、いろいろお考えなさった方がよろしいんじゃないでしょうか、はい、いうことでございます。じゃあちょっと今日は短いですけど、はい、そういうことでどうもありがとうございました。官僚機構に統治能力がなくなっている、シンクタンクと全国組織と政治家が三位一体の政党の官僚たちに依存をせずに日本の政治というものをどう立て直していくのか、まあ、規制っていうのは、まあ、つまり年々増えてるんですね。だから規制緩和をしたから日本がおかしくなってるっていうことではない。なんで彼らはそうやって制限を加えるのか、政府に命令されて縛られたがってるんですよ。本当それでいいんですかっていう問いかけなんです。だから我々自身が自分たちの頭で考え、みんなに広め、実現していき、豊かで強い国を作らなければならない。